どうも、ハイチーです。先日50分の一緒に勉強しようシリーズを投稿したんですが、その時に過去問を自分は解いていまして、まあ数学なんですけど、でそれの、まあ、普段自分が数学を解く時にやってる、まあ、方法っていうか手法を少しね、紹介していこうと思います。まあよかったら参考にしてみてください。で、これがですね、実際その時に解いてた紙なんですね。まあ解いて今すぐ撮影してるんですけど、まあ、実際にみんなが過去問を解くときは、まあ、ノートとかにぜひやってください。自分はちょっとその専用ノートを作ってないんでね、こう裏紙を使ってしまうんですが。で、やるときに、まずですね、ポイントとしては、まあ、普通にこう解いていきますよね。で、一番最初に、こう問題をまあ、全体把握して、特に、なんだ、時間がいつも足りない方、結構数学で最後焦って解くことになることが多い方っていうのは、まず問題を見たときに、パッて見ます、全部。パって全体を見る。で、どこから解こうかなとかっていう作戦を若干立ててください。ただ、これは結構慣れが必要なので、難しいなって思う方はもう1番からどんどん解いていくといいと思います。で、やるときになんですけど、少しちょっとアップにしますね。間違えましたね。で、ここ見てください。自分今解いてるとき、地域なくてごめんね。これ、問題の番号に三角がついてます。これもついてますね。で、これに関しては自分が優先して見直しをする。っていうマークになってます。で、これはぜひやってください。基本的に、数学っていうのは問題数をこなしてスピードを上げてほしいんです。さっきね、まあ時間が足りない方っていうのはスピード上げるの辛くなるかもしれないんですけど、基本的には解いて、もう一回解く。同じ試験時間の中に2回解くんです。時間足んねえよって思うかもしんないけど、そうすることでケアレスミスを減らしていきます。で、例えばそのね、全部、解き直すのが一番理想なんですけど、その時の問題の難易度によって何分余るかは分からないですよね。だから、この1番とかは自分印がついてないんで、これも大丈夫だと見直しをしなくても。でも、ここは解いてる時に、例えば、ちょっと集中してないなとか、あれ頭がちょっとこう、ほわんってして解いてんなみたいな感覚になる時ってありません？なかったらごめん。自分結構あるんですけど。で、今ここ、もろにそれだったんです。特にこっちは分数が絡んでたんで、自分分数の計算ミスめちゃくちゃ多いから、だから印がついてる。こうやって。で、やっていくの。まあ、この10番もついてますね。で、この4番なんです。これついてないんですよ。ついてないんですけど、これケアレスミスしてるんですよね。そう。2回目解いた時に、違ったんです。1回目と。そう。で、そうやって確認していく。まあ、これちょっと自分のミスになりますけどね。1回目で把握できなかったんですけど。なので、解いていく時に、まず、まあ、問題番号。こうやってね、まあ、解くときにこっちの番号でもいいし、試験のときは問題用紙の番号でいい。例えば、大問1の括弧1、ほにゃららって書いてて、これやべえなって思ったらどこまあ、映ってない。こうか。こうなってたら、やべえ、これちょっと復習した方がいいかも。三角みたいな。つけておくと、見直しに戻ってきたときに優先的に見直しができる。っていう風になりますので、ケアレスミスを減らしやすくなります。で、二つ目なんですけど、今多分実際の映像若干この画面に出てるかと思うんですが、こう前から解いていくとき、カッコ11の丸に自分詰まりました、これ。わかんなかったんです、ここ。だからちょっと若干空欄になってるんですけど、で、この時にみんなもこう解いてて、空欄になる、まあ、解けない時ありますよね。で、そこで粘るのか、粘らないのか、これは数学でめちゃくちゃ大事です。で、基本的には、粘ったら解けそうだったら粘ってもいいです。でも、自分この時に先のページを見ました。で、先のページを見て、どのぐらいかな、どのぐらい時間かかりそうかなっていうことを把握して、これは後に取っといた方がいいなと思って飛ばしました、自分は。で、この時にかかった時間6分です。ここまで来た時に6分経ってて、試験時間あと44分残ってると。映ってないね、44分。残ってるから、まあ、後から戻ってこれるだろうと思って、これは飛ばしました。これは性格によっても違うんですけど、変に粘って時間を使うのはかなり危険です、数学にとって。だから、潔く飛ばすのもあり。いいかな。で、まあ、その後、どんどん解いていくと。で、次にですね、ちょっと2枚目に移りますね。これは大問4ですね。で、大問4は、基本的に、まあ、これ最後の大問だったんですけど、まあ、難しいことが圧倒的に多いです。で、案の定、3問あったんですけど、1番はできてって、多分解けて、2番、3番解けなかったんですよ。ちょっと下げよっか。こうだね。こう、まるまる空欄でしょ？で、これ3番。まあ、最後解けたんですけど、空欄になってると。で、まあ、これ解けて合ってるか分かんない。まあ、丸付けしないんだけど。で、ここがですね、配点が確か6点と5点だったんですよ。6、5。で、ここが終わった時に、まだ20分くらい余ってたの。映ってないね。全部終わった時にまだ20分残ってたと。じゃあ、終わったから何するかっていうと、今のところここまで分かんなかったの3問だったの。で、さっき分かんなかったのは確か5点だったんで、まあ5点、6点、5点。まあ、この普通に間違えれば16点マイナス。で、84点になりますよね。でも、ケアレスミス絶対出ます。
で、特に俺の性格、自分が今まで解いてきて、俺めちゃくちゃケアレスミスが多いんで、だからもう一回解きに行こうと。わかんなかったのやり直すんじゃなくて、まず解き直しに走ったの。なぜなら、この84点からマイナスを食らいたくないんで。っていうことでもう一回1番から解きました。で、時間が20分あったんで、さっき言った、この印つけた、このマークから先に優先的にやりましたけど、それプラスやってたの。時間があったから。で、その時にこれ見つけた。そう。で、これね、解き直しするときにやってほしい方法。これ大事なことなんですけど、多分みんなが解くとき、問題用紙の隅に計算しますよね。で、これ大事なのが、実際みんな問題紙あるでしょ?会った時に、例えば1番、カッコ1、ホニャララ、カッコ2、ホニャララって問題文書いてある。このすぐ近くに計算しないでください。これ本番の時に。これ過去問やる時もそう。なんでかっていうと、これね、1回目解いた計算式と2回目解く時、解き直しする時、1回目の計算式を見てほしくないんです。なんでかっていうと、たまに見直しっていうのをね、自分が解いた計算式を合ってるかなーって目で追うのを解き直しっていう方がいるんですけど、これ俺は違うと思ってます。なぜかっていうと、なぜなら書いてあることを目で追ってたら、さっき自分で解いたことでしょ。それ合ってるって思うって基本的に。だから自分の思考回路で書いたもんなんだもん。じゃなくって、これを全く見ないで、だから別の紙にやったの俺。さっき解くときね、解き直しをするときは別の紙に解くんですけど、こういうのも全部ね。だから近くに書いてあったら目が行ってしまうので、できる限り離れたところに書いてください。1回目も。で、2回目はここが見えない。まあ、じゃあ違う紙とかね、問題用紙が2枚あるんだったら2枚目を使って違うところにやってみる。で、やった後に1回目の式と2回目の式を見直して、見比べて、あ、同じじゃん、じゃあ OK みたいな感じでやり直しをやってください。これでは2回やってさ、同じ答えだったのに計算ミスしてたら両方とも、それもしょうがない、諦めよう。でも基本的に2回違うとこにやったら、さっきの俺みたいに見つかるから。こうやって俺、これさっき符号間違って35になってたの。これ答えマイナス15なんだよ。多分丸つけしてないけど、多分丸マイナス15合ってる。これそうってなるので、2回目解くときはそうやって別の場所で解く。別の場所で解くために、1回目で近くで計算しないっていう、これは絶対やった方がいいです。おすすめです。いいかなっていう感じです。で、結局、ま、最終的な作戦として、ま、やり直し、やりましたと。で、全部見直しが終わっても、あと12、3分残ってたので、じゃあ、3問ありましたよね。これちょっと水だくてごめんなんだけど、ここ、1問目の最初の、カッコ11の5点。で、最初の時の6点と5点です。で、どこが取れるかなっていきます。12分で全部解こうとは思わない。だから、まず、自分が解けそうだったのはここだったの。だから、これをやりました。これ、こっちの別の紙にやったんだけど、で、解けたと。よし、いけたと思って。で、じゃあ次こっちどっちか。で、解ける方がね、もう6点の方が配点高いんだけど、いや、これはこっちの方が解けそうと思って粘ったの、こっちで。時間かけて5点だけど。で、解けた、なんとか。待ってるか分かんないけど。で、この時残りがあとまあ6分ぐらいだったかな。で、ここを粘ってもよかったんだけど、ここがね、その前のこれが7点だったんだよ。で、これ見直ししてなかったから、まずここ見直ししようと思って。しっかり7点、6点取るより7点ミスったら辛いからさ。だからこっちを取りに行く、しっかり。減点を食らわないように。84点確定かもしんない。ここから減点食らわないようにね。で、やりましたと。で、他も見直して全部できたと。やったから、じゃあこれ粘ってみようって粘ったんだけど、解けなかった。そう、最後までできなかった。最後までね。だからまだ丸付けはしてないんですけど、まあ、こんな感じでやってます。おそらく数学を解く上でいろんな悩みがあると思います。時間が足んないとかね、いろいろあると思うんですけど、1点でも多く取るためには、まず普通に解いていく。で、解くときに変に粘らないっていうのが大事。俺みたいにね。変に粘らない。で、まず解いてみて、で、その、まあ、全部終わったときにさ、できた問題足したらわかんない40点かもしんないじゃん。でも、この40点はまず死守しなきゃいけないの。お前、映ってなかった。40点死守。するために、できなかった問題に走るのもいいんだけど、終わった後にやっぱり見直し。こっから、ケアリスミスで減らさない得点を。ケアリスでね。減らさないように気をつける。点が大事。で、40点は絶対大丈夫だと見直しもして。で、こうさ、できなかった問題やるときに、あ、見直ししてない、どうしようとか、余計な心配をね、取り除いてほしいの。なんか余計なことに頭がいくと、集中力切れるから、だからもう見直しはしたと。2回も解いたよ、私って。俺頑張った、そばにやったから。じゃあ、解けなかった問題チャレンジしよう。で、60点分あるよね、この場合だったら。じゃあ、これの中のどっから取りに行こうかなって。その作戦もその場で立てる。いいかい?闇雲に解くんじゃないよ。自分の能力と自分の今の直感を信じて、その時解けそうなものからチャレンジしていくの。っていう風にやって、1点でも多く取る。
これが自分の数学のやり方になりますので、まあよかったら参考にしてみてください。ではね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。解き方とかやり方っていうのはいろんなパターンがあるので、まあいろんな人に話聞いてね、俺が今回紹介したのを絶対に参考にしなきゃいけないってわけではないんですけど、参考にできそうなとこだけ、まあこの吸収して使ってもらえたらと思います。ではまた別の動画で会いましょう。お疲れ様でした。